ああね、これはね、まだ僕に魅力が足りないですね。皆さんにこれの重要性をね、伝えきれないですね。まだ修行です。まだまだ修行です。あじゃあこれを、これっていうか、その、なんだろうな、尽くす。尽くすということを、マーケット、市場に尽くすということを、どうビジネスに反映していくかっていうことを、えー、もう図で作ってるっていうか、セールスプロセスで作ってますので、それについてお話をしていきます。えー、まず、 尽くす上で圧倒的に重要なことは、情報は全て出すっていうこと。これが大前提。情報は全て出します。情報は。もちろん、すごく限られて、情報自体が圧倒的に、あの、機密情報みたいなものを取り扱ってまだ話違うんですけど、えー、ただ、よっぽどじゃないと情報を出して損するビジネスってないですよ。ちなみに、 情報を出したらこんなことが起こります。情報を出せば、二人は二通りの、まあ三通りに反応します。その情報を見て何もしない人。その情報を見て自分でやってみる人。その情報を見てこの人に頼みたいと思う人。大きくこの三通りあります。 情報を見て何もしないと、まあ一回外しません、ね。どうでもいいから、えー。情報を見て、まあ一番わかりやすいのは情報を出したらお客さんに売れるっていうことです。まあ皆さんも経験あると思うんですけど、情報を見て、あ、この人に頼もうって思ったことってあると思うんですよね。だから、情報を出せば出すほど集客できるんです、実は。で、情報ってタダなんです。 出すためにかかるコストってもちろん知ってもらうためにかかるコストはあります。広告費とかかかるんだけど情報って出せば出すほどこの人から習いたいこの人に頼みたいってなるのが必然なんですね。だから情報は出せば出すほど人は集まります。情報はね。でこんなこと言うとよくあるの。やそれ見てお客さんに自分でやられたら僕らの商売なくなるじゃんって思うかもしれません。よく言いますみんな。 いや、めんどくさくてやんないでしょって話です。だって、例えば、そうだな、3分クッキングみたいなね、料理の情報ってなんか無料でいっぱいあるのに、こう、めっちゃそれを活用してる主婦の方ってそこまでいないですよね。わからんけど。ちょっと薄いとこ言ってほしかった。もっと濃い例えしたかったけど。あなんだろうな。うん、あ、そう、あとね、情報を出せば出すほど何がわかるかっていうと、 その成果を出している人たちがどれだけ細かいことをやっているかが分かるんですね。だから今日とかも皆さんに月刊クスノスのところで、あの、広告、バナー広告とかをこれだけやってるんだよっていうことをお伝えしたら、自分でやろうとか思わないんですよ。まあ、この人に頼もうと思うのか諦めるか。ああ、どっちかなんですよね。だから情報は明らかにすればするほどっていうのは、成果が出ている人っていうのは、ミリ単位、秒単位で仕事をしてますので。 情報を出せば出すほどそれがどれだけ大変なことかっていうことが分かるんですよ。結果このの人から買おううと思うだけの話なので情報を出した結果あのもう普通にこの人から頼みたいと思うのが、まあ、一番多い割合です。で自分でやってみようと思うんだけどやってみたらやっぱりできなかったから頼むあるいはやってみたけどもっとうまくやりたくなったからやってみてある程度ちょっと薄い成果出たけどもっとうまくやりたいからやっぱり頼もうってなるだけの話。 だから、情報は出すことにデメリットが一切ありません。っていうね。だから、皆さんの素晴らしい技術を具体的に紹介すればするほど、エンドユーザーたちはこの人に頼みたい、この人から教わりたいと思うだけの話です。もうめちゃくちゃシンプル。